はい、皆さんこんにちは、大木モデルスでございます。女子のウリです。はい、今回はねウォルディスに続きやってまいりたいと思うんですけども、はい、片足をね陸戦型ジムのやつに書いてますっていうのが、うん、なぜかこれがねやぼったく見えちゃったんですよ。はい、なんでだろうなって比べたんですね。うん、で一応これもこうやってますけども、外した方で比べますと、はい、横から見るとよくわかるというか、こんな感じで見るとよくわかる。切り欠きがないんですよ、はいはい、後ろの方に、まあ、それが設定だからではどうしようもないんですけど、うん、いや切り欠きあった方がというか、うん、陸戦型ガンダムベースで作ってるはずなので、最初ジムベースで作って失敗して陸戦型ガンダムに変えたっていう設定があるので、はい、陸戦型ガンダムもこんな感じなんですね、はい、一緒なんですよ、うん、足ほぼほぼね、うんうん、なのでやっぱこっちの方が似合ってるんじゃないかなと思うんです。はい、でちょっとこう湾曲してますしね、なんかボテッとしてる感じがするので、うんうん、こちらの方の足に変えていきたいんですね、うんうん、はい、その時にここ、これですよね問題は。膝とここ、うん、でこのここのなんかあるやつ特徴的なところねをどうにか移植できればなという感じでやっていきたいと思います。はい、はい、はい、できました。タップしましょうか。はい、こんな感じ、はい、だいぶイメージ違うような気がしますね、うん、で何が違うかというとちょこちょこ違うんですよ。あのデザインというか線の取り方が違うということで、はい、太もももねこう同じような角度の足開いてるんですけども、こちらの方がねもうちょっと開きましょうか。で多分一緒ぐらいかな。はい、こんな感じで開いてやった時にここの隙間がすごく空いてるんですよね。多分太ももが前後に大きいんですかね、うん、うん、少し太ももが太すぎるような気がします、はい、ね、今のキットに比べるとね、うん、はい、でこの陸戦型ジム改造種これね移植してるやつっていうのは、はい、多分陸戦型系で最後発だと思うんですよ、うん、はい、なのでこのスリッパのところ、スリッパと呼ばれるこれ、ね、こっちだとオレンジ、こっちだと濃いブルーのところ、こうやって見ていただくとあの角度が違うね、うん、オレンジのやつやるとこんなになってる感じ、角度的に、うん、すごくこうなんか何ですか、ここの傾斜がきついというかね、うん、ここら辺とここら辺の差が、厚さの差が大きいというかね、うん、でこう見ていただくとこうちょっと薄い感じがしますよね。こことここの差がね、うん、少ないね、すごくのっぺりした感じに見えますが、あ、多分かっこよく見える原因かなと、はい、あとここの処理とかこう広く広がってるように見えるんですね、はい、ここがなのでちょっとどうだろうみたいな感じもなるし、広がってるからこそこれにここが干渉して、これ以上内側こう向けようとしたらなんかおかしな感じになっちゃうんですよ。これ結構内側向いてるんですけど、はい、なのでまあそこら辺で少し、はい、見え方が変わってくるのかなという感じはしますね。やはりこう陸戦ジムの方がちょっと見た感じかっこいいなっていうのは、ちょっとちょこちょこデザインが違って、うん、はい、まあ、トータルでかっこよく見えるのかなっていう感じがしますね、うん、ちょっと足外して足だけでもう一回比べてみましょうか。はい、ちょっとアップします。こんな感じでやっぱりここがちょっと広いような感じがしますよね、うん、柄のこう広いのね、はい、はい、横見るとこんな感じ。まあここにスラスターの表現あるんですけど、うん、まあここのスラスターどこにエンジンあるのって思っちゃうんですよ、うん、はい、なのでスラスター口がけあれば、うん、水力出るわけではないと思うので、
ここはね、ここの増設されたね、ここの部分があるから説得力あるんですけど、ここは足のなんか入ってないと、まさにこれが入ってるんで、はい、これどっからエンジン来てるのと、うん、なっちゃうんで、うん、そのちっちゃい何かエアーとかが出るのかもしれないですけどまあちょっと説得力少ないかなということで、うん、でも稼働が死にますからね、こんなところあったら、うん、はい、もしこういうスラッシャーつけるならばこう外付けですよね、うんうんうん、ってなっちゃうのかなと思うんですけど、今回はまあオミットしてこういうのは、はあ、やりたいと思います。ちょっと納得いかないところね、はい、で、ここのね特徴的なこのなんか走行板増えたみたいなところは、あ、そのまま、あ、付け替えが効きましたので付けてみました、うん、はい、まあ、横のモールドのこの丸いところのモールドもそれほど差がないということでね、うん、これ3つこれ4つということで、なんかブルーディスニーが3つなのかもしれないですね、うん、なのでまあここら辺はちょっと移植、そのまま移植ということで、で、この膝そして外側移植してみました、はい、まあ、開けてね、これと取ると分かるんですけどかなり形が違います、うん、でここら辺の角度もこれ斜めに後ろに上がってるんですけど、これまっすぐこう平らになってるんで、そこら辺もね調節しながら、こっち削ったりとかここ穴開けたりとかしながら、こんな感じでつけてみました。ここの段差があるんですけど、逆にもうこの段差このままの方がかっこいいかなっていう、ちょっと思っちゃったんですよ、うん、はい、っていうのが、あ、そこまで形合わすかなっていうのがあるし、逆に地上、まあ、空中飛ぶわけじゃないので、うんうん、ジャンプはするかもしれないですけど飛ぶわけじゃないので、はい、それほどね、あの問題ないかなと、うん、ダンサーとかかっこいいかなってちょっと思っちゃって、はい、このまあ、まあ、こう隙間とか処理しますけどね、うん、このままやろうかなと思っております、はい、なかなかねなかなか似たように見えて全然違う感じになってますんで、はい、かなり厳しい感じですねでここ宿泊者の見てもらったら分かると思うんですけども、うん、これここですね、これの、まあ、切りましょうか、ここ使うんでね、はい、こんな感じでバツンと切って、バツンバツン切って、うん、こんな感じに切って、で、この形に合わせてこちら側、はい、こちら側もよ一旦ここで切ってます、この段差で、うん、そうですね、ちょっとこれ外しましょうか、段差というかまあモールドで一旦こうやって切ってます、はい、で裏ここもまあちょっと邪魔になったので、うん、切ってますこんな感じね、で、合わしてみて、こうやって合わしてみてから、ここの形って一緒なので、うん、ここ切りこうカクンってなってるじゃないですか、ちょっとアップしましょうか、カクンってなってるのをここの角に合わせて位置調整して、鉛筆で型取りしてその通りにカットしてはめてます、うん、でまあ補強のために裏側からパテ持ったりいろいろしてますけども、ここら辺も全部切ってます、うん、こういうところもね、出てるところもこうやって切ってますなんですね、でここも切ってます、こことね、こんな感じで、この角に合わせるとこんな感じで型取りできるので切り替えて埋めてるっていう感じですね、うん、はい、そうするとこんな感じでできますと、なかなか時間かかりましたねということで、はい、今回はねもうバラッとなってますけどここまでということで、はい、反対側やってからね、はい、じゃあエンディングしましょうか、はい。
で反対側やりましたということで、はいはい、かなりスマートになったんじゃないかと思います。はい、あといろいろくっつけてねやっていきますけどもね、はい、一旦ここパテ埋めてるんで、はい、乾くまで、しばし放置で、またあジム陸戦型ジムとかもね、はい、発見されましたね、改造中年とね、はい、そちらの方もやっていきますのでね、陸戦ジムもしくはガンダム付きの方、うん、はい、引き続き見ていただけたらと思います。はい、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォロー、よしければね D ラモン系研究所でウリさんと一緒にね、ホビー系のやつを研究するという名目で何かやってるチャンネル、はい、そして新たに始めましたね、店長の模型部屋チャンネル TV かっこ笑いの方ではね、キューキットと呼ばれるプラモデルを一本の動画で筆塗り全塗装で仕上げていくというねチャンネルもやっておりますので、はい、ぜひそれも応援いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。それではさよなら。さよなら。